西暦2145年、エレメントカセットが世界にばらまかれ、人々は超人のような力を得た。その力は産業に生かされ、文明は飛躍的に発展した。その力は後に争いを生み、力と力はぶつかり合った。時空に歪みが生じる。その歪みを正すために組織されたのが時空管理局タグである。いくつかの時空の中で一人のエレメントソルジャーがタグの目に留まった。彼に抹殺命令が下った。時空を乱す者たち、管理局運用法第478条に違反。その命令を受け、タグから一人の男が2020年へと降りる。見つめた光、声を絞り叫べ。愛してる。AEGレベル正常、他は異常なしか。空気中の CO2 問題ないようだな。あとは奴の始末だけだな。管理官、本日付でチームイノセントに配属されました。サナミ伊藤情報官です。ご苦労だった。報告を聞こう。君はかつてシンガーとして活動していたと聞いた。はい、今は少しだけ歌は休んでいます。対象ランライザー、時空スカイバードにて目撃証言あり。時空リップウェーブにて目撃証言あり。時空スカイリベリオンにて目撃証言あり。他多数の証言により時空運用法478条違反。あまりに多くの時空で目撃証言があるようだな。はい。しかし君は以前、対象者ダンライザーと交友があると聞いた。それはそうですが、彼はそのような悪い人ではないです。貴様、やつとつながっていたのか。ならば辻褄が合う。イノセント管理官、それは誤解です。なに、時空管理局って随分と汚い組織だな。しまいには人質まで取っちまうんだな、これが。ダンライザー、やつはフォームチェンジしたイノセントだ。何？あの白いイノセントか。正しい時空運用法で導いていく、その序章に過ぎないのだよ。君も消えろ、ダンライザー。グリュー、やれ。承知。ダンライザー、この娘がお前の態度次第でどうなるかわかるよな。ダンライザー。サナミ。ダンライザー、武器を捨てろ。管理局運用法にお前が反したこと、それが全てだ。イノセント、貴様の行動、管理局の人間とは思えないぞ。何とでもほざくがいい。ダンライザー、銃を捨てるふりをして32度の傾斜角で撃て。ライザーサイレントショットだ。いいよ。サナミ、大丈夫か？はい、大丈夫です。ダンライザー、私がお前を裁いてやる。イノセント、貴様の処罰は俺が決めてやる。
狂い咲いた花は季節忘れて人の良さ雪の枯れた大地は歌のないウトピア。